こんにちは皆さん、今日はですね、今からグラタンを作っていきたいと思います。先日コメントの方でグラタンがいいよと言われたので、この牛乳1リットル、こちら牛乳1リットルあるんですけど、今だいたい半分飲み終わりました。で、今日が賞味期限なのでグラタンを作っていきたいと思います。材料はこちらです。人参、なぜかピーマン一応で、少し玉ねぎにチキンです。もう焼いてありますと、牛乳とかチーズとか入れていきます。で、こちらで先にブロッコリーと、パスタ、なんていうんですか、このちっちゃいのパスタを茹でました。こんな感じです。まずバター大さじ1を入れていきます。おお、入れすぎたかな、ちょっと多いな、まあいいや。そして炒めていきます。全部入れていきます。いや、鶏肉はやっぱ出しとこうかな。もう一回焼いてるので鶏肉はちょっと出しときます。しばらく炒まってきて、色が変わってきたので鶏肉を入れます。で、本当はここにしめじとかもあった方がいいらしいんですけど、ちょっとしめじがなかったので出していきます。で、ここで小麦粉を入れていきます。大さじ3杯です。大さじがないので大スプーン3杯でいきます。1、おお、3、こんな入れるんだ。そして絡めていきます。で、ここで粉っぽさがなくなるまで混ぜるみたいです。で、木べらを使った方がいいそうです。粉っぽさってなくなるんですかね、混ぜるだけで。あ、でもちょっとずつなんか固まってきてますね。こんな感じです。調理していきます。小麦粉がだいたい固まってきたので、ここで牛乳 250ml を入れます。うわすごい、これがこの力。うわー、でもまだちょっとあります。まだこのぐらい入ってます。見えますかね。おっと、まだ結構入ってます。そして今クックパッド見ながらしています。ゼウスさんがクックパッドいいよって言ってくれてたので、はい、やってます。ゼウスさんありがとうございます。あー、焦げる。ちょっと中火に変えます。で、すみません、換気扇もう一回入れます。ではしばらく煮立てていきます。少し固まってきたので、コンソメ入れていきます。大さじ半分ぐらいだろう、こんぐらいを入れていきます。もうちょっと入れる、大さじ3分の2ぐらい入れていきます。お、匂いはちょっとグラタンっぽくなってきました。で、塩コショウを入れて味を合わせていきます。よし、で、コショウを、あ、でも匂いはそれっぽい。塩コショウ入れていきます。こんな感じです。下に結構つきますね、やっぱ牛乳が。もうちょっと牛乳入れたい方がいい気がするけど、まあいいや、やっぱ入れよう。牛乳を 50ml ぐらいにしました。いいのかな、勝手に足しちゃってルール違反、メニュー違反してます。こんな感じです。で、このタイミングでマカロニ入れていきます。すいません、ブロッコリー完全に入れ忘れてました。ブロッコリーこのタイミングで入れます。まあいいでしょう、一回茹でてはいるので焼き目がつかないぐらいで。あ、ちょっとブロッコリーを細かく切るの忘れてました。はい、では混ぜていきます。ではこれから、マカロニじゃないグラタンの方をオーブンに入れていきます。耐熱の容器に入れてください。よいしょよいしょ、うわー重い、片手じゃ重い。うわー、これをこう鍵なんていうんだっけ、かすくって方言かな、かすくります。よし、いいかな。そして、平べったくしていきます。そして、このタイミングでチーズを乗せていきます。こちらのチーズを、うわー、開かない。
冷凍していたのでこれを入れていきます。よし、もうちょっと入れようかな、チーズ好きだし。よし、できました。ではオーブンに入れていきます。では230度のオーブンにグラタンを入れていきます。うわー、いけるか、どこ入れたらいいんだろう。入れていきます。今オーブンに入れました。で250度ぐらいで20分間焼いていきます。疲れるな、自炊ってやっぱ大変ですね、すごい体力使います。でもグラタン初めて作るので美味しいから楽しみです。10分待ちます。25分ぐらいしました。できました、美味しそうです。できました。ではいただいていきます。熱っ、うわー、グラタンじゃん。こんな感じです。うわ、グラタンできたし、いただきます。そりゃそうか、グラタンの、うわ、匂いもすごい、グラタン、うん、美味しい。皆さん普通にできました、ありがとうございます。八重上村さん、本当にありがとうございます。グラタンを作ったらって言われて、牛乳頑張ってるなら、で今日作って結構美味しくできました。あ、すごい、うんうん、美味しい、今まで自作した中で一番美味しい。なんか意外にピーマンと人参が良くて、レシピにはピーマンと人参本当は入ってなかったんですけど、めちゃくちゃ美味しいです。皆さんもしよかったら試してみてください。それでは、おいしい、熱っ熱っ。でビバって牛乳なんですけど、一見普通ですよね。でもちろん入ってない新品のものです。よく飲もうと思って、これ昨日今日買ったんですけど、賞味期限が明日